皆さんこんにちは。レック専任講師の木村真由美と申します。今日は5月に実施されました測量司法の試験を受験された方に、少し土地家屋調査士試験という、ね、ものについてご案内をさせていただこうと思っております。私は今申し上げた通り土地家屋調査士という、まあ、資格試験の、講師をレックにてさせていただいております。で、測量司法の試験を、まあ、受けられた方、ぜひこの土地家屋調査士という資格を知っていただきたいなというふうに思って、このガイダンスを組ませていただきました。まあ、15分ほどの短いガイダンスになりますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず皆さんは、土地家屋調査士という資格をご存知でしょうか。私はまあこの仕事柄測量司法の、試験を受験される方っていうのは、まあ、ほとんどの方が土地家屋調査士の試験もその後受けるんだろうなというふうに勝手にちょっと思い込んでいたところがあるんですね。でも実際はそうではなく、土地家屋調査士の仕事もあまりよく知らないといった方も中にはいらっしゃることが分かりました。で、せっかく測量司法の試験をまあ受けられた、そしてまあ合格された方はもちろんのこと、今年はちょっとうまくいかなかったかなという方に関しても、ぜひその後、まあ、ステップアップしていただいて土地家屋調査士という資格、ね、試験にチャレンジしていただきたいなというふうに思っています。でまずどんな試験なのかというのを少しお話しさせてください。はい、このまま画面を見ていただいて、2020年向けの土地家屋調査士の試験に関しての、まあ、レックで提供している初学者向けのコースについてご案内させていただくパンフレットになります。で、今画面に映してお話しさせていただきますが、ぜひ興味を持たれた方はお電話でも結構ですし、ぜひ請求していただいて中身ご覧になってください。はい、でまずそもそも土地家屋調査士ってざっくりどんな資格なのか、どんな仕事をしていけるのかというお話をねさせていただきたいんですけれども、まず、ね、不動産登記、ね、要は不動産の物理的現況について、その土地だったら、まあ、その土地がどんな土地なのか、ね、どこにあってどのぐらいの広さでどんな利用目的に使われているのか、ね、建物だったらその建物がどの場所にあって、やはりどんな利用目的に使われていて、まあ、構造がどんな構造で何階建てで床面積が何平方メートルあるのか、ね、そのような土地や建物の物理的現況を、まあ、登記する、ね、これを所有者の方に代わって代理で行うというような資格になります。でこの不動産登記の表示に関する登記というのが、まあ、物理的現況を表す登記になるんですけれども、この部分を所有者の方々に代わって行って、まあ、それを行とすることができるのって土地家屋調査士だけなんです、ね、土地家屋調査士の完全な独占業務ということになってくるので、これは非常にやりがいのある、ね、仕事じゃないかなと思います。で実際にどのような流れで不動産登記の申請というのを行うのか、はい、まずはこのように不動産の物理的現況を登記するということは、その物理的現況を調査しなければならないですねっていうことで、現地に出向いて調査を行います。これは実際に、まあ、建物の周囲の長さなんかを測っています。で測量、土地だったらこのような測量機器を用いて土地の広さ、ね、これを測ります。で今は、まあ、境界確定、要は筆界ですね、土地と土地の境について、ね、ここを特定していく、ね、そのための調査なんていうのも、仕事の中に、多く入ってきています。で現地を調査したらそれをもとに書類を作成ということで、まあ、ここで登記の申請書だったり、あとは図面を作成するというのも土地家屋調査士の仕事の大きな特徴になってきます。まあ、ここちょっと小さすぎて見えないですけれども、
物理的現況を登記するということは、これはやはりその建物だったら建物が、まあ、どんな形の建物なのか、土地でもどんな形をしているのかというのを実際に図面を起こして書いていく。でこれは実際に実務では、もちろんコンピューターですね、まあ、CAD なんかのソフトを使って、作成するんですけれども、この部分が試験では実際に手書きということになります、ね、非常に面白い部分でもありますし、まずやはり日常生活で手書きで図面ってなかなか書かないじゃないですか、ね、だからこの部分が入っていきづらいというようなね、まあ、声も多いんですけれども、やり始めてみると面白く感じる部分なんです。はい、で実際にこのような形で書類を作成して、登記所と呼ばれる、ね、いわゆる法務局です、ね、そこに登記を申請するんだということになります、ね、でまあこの写真は実際に登記所に出向いてるというようなね、体で写真は作ってありますけれども、まあ実際は郵送でもできるし、今はインターネットで申請ということも可能になっています。ね、まあ、このような形、はい、で実際にじゃあ試験はどんな試験なのか、はい、このまま画面をちょっと見ていただいて、土地家屋調査士の試験概要というのをちょっとアップにしますね。はい、受験の資格というのはもうどなたでも受験できますということで、もうこれは誰でもです。来るものは拒まず。でいつあるのか、10月です、ね、10月に試験は行われます。そして試験内容のところ、はい、よく見ると午前の部、午後の部というふうにあるわけです、ね、だから実際にきちんと全部受けようとすると丸1日かかる試験だということになるんですね。ただこの午前の部、ね、これは免除を受けることができるんです。だから免除を受ければこの午後の部だけの試験に集中できる、午後の部の対策だけに集中して、ね、学習することができるということになるわけです。じゃあ実際に午前の部の免除を受けるために何が必要なのか、はい、そのためにこの測量司法の試験を受けていただきますよということになっているわけです、ね、要はこの測量司法の試験に合格しているとこの午前の部の免除が受けられる、ね、ですから今日のガイダンスというのは、測量司法の試験を受験された方、ぜひこのまま土地家屋調査士という資格も知っていただいて、ね、で試験の内容、ここもちょっと調べていただいて、興味があればぜひチャレンジしていただきたいと思います。で、免除資格を受けるためにはその他にこんな資格をお持ちの方も午前の免除を受けることができますよということで、今測量司法というお話をしましたけれども、測量士の資格をお持ちの方はもちろんです、ね、それからここにある建築士、1級建築士、2級建築士の資格をお持ちの方、要は試験に合格しているという方でいいです、ね、こちらの資格をお持ちの方も午前の試験の免除を受けることができます。はい、ということは、まあ、これはぜひチャレンジしてくださいねっていうことなんです、ね、で、まあ、測量司法の試験、まあ、おそらく合格しているだろうという方、そうするともうその免除資格をお持ちの方ということで、要は午後の部の対策だけに集中して学習できるようなカリキュラムを組んでいますので、そちらのコースをね、取っていただければいいということになります。でも今年ひょっとしたら難しいかな、まあ、そういった方もいらっしゃると思います。その方々はもちろんその測量司法今年受けるにあたって、まあ、試験対策として教材はお持ちでしょうから、まあ、もう1年、ね、そちらの教材で並行して学習していただいて、そして2020年の5月に再度チャレンジしていただき、ね、そしてその2020年の10月に土地家屋調査士の試験を受けていただく、ね、これでも結構ですし、もう
いっそのこと一から測量手法も学習し直そうという方には、測量手法がセットになったコースも準備しています。はい、でどんな流れになっているのかというのが、はい、まずはレックの初学者向けのコースとして、まあ一般的な測量手法のパックもついているのが、このストレート合格 A コースということになります。このインプット完成講座というのが、土地家屋調査士試験対策のメインになってくる講座になります。で並行して測量手法のコース、このスピード合格講座というのも並行して学習していただくことになります。ただ土地家屋調査士の試験対策と違って、こちらの方は、ね、そこまで長い期間やるものでもないので、一時的に、ねちょっとかぶるようにはなりますけれども、まあ、学習していただいて5月に測量手法の試験を受けていただく、ね、そして模擬試験ですね、土地家屋調査士の試験の、まあ、模擬試験にあたるファイナル当練というのが、まあ、7月の末ぐらいからだいたい毎年始まりますので、その当練を受けて実際に10月の土地家屋調査士試験に臨んでいただく、ね、このようなカリキュラムになっています。で今年測量手法合格しましたよという方は、このように免除資格者 A コースというのがありまして、この部分がないですよね。要はもうここだけに集中できるということになります。そうするとこっちのコースを受ける方よりもやはり一歩リード、まあ、ここに集中して学習できるわけですから、まあ、これはやはりやらないともったいないよねという気がね、してきませんかね。はい、まあ、私は実際に、土地家屋調査士の試験に合格したのはもう今から15、6年前になるので、かなり昔の話になってしまうんですけれども、やはり測量手法の資格をまずは取って、ね、そしてもう免除を得た上で土地家屋調査士試験の午後の部だけに集中して学習したというパターンです、ね、ですから、まあ、だいぶ並行して学習する方よりは楽だったのかなと思いますけれども、まあ、正直土地家屋調査士の試験の合格率、ね、高くはないです、ね、測量手法の試験よりももちろん難しい、ね、あくまでも、まあ、免除資格を得るために測量手法は取っていただく。まあ、なぜこんなことするのかって言ったら、まあ、午前の部と午後の部とありましたけれども、両方受けて合格する人っていうのがほとんどいない試験なんです。ですからどこの予備校さんに行ってもほとんど、ね、もうまずは免除資格を得てからというような、ね、話になっているはずです、ね、でその中で測量士補、測量士、1級建築士、2級建築士というお話ししましたが、何が一番取りやすいかって言ったら測量士補、ね、だからこの測量士補をつけたパックを用意しているということになるわけです、ね、ですからぜひ今年測量士補受験して合格した方はもちろん、ね、今年ひょっとしたら難しいかもという方もぜひ土地家屋調査士チャレンジしていただきたいなというふうに思います。要はまあ修行って、まあ皆さんね、どんな資格もそうかもしれませんけれども、要はどこでもできる仕事なんです、資格を持っていたら、ね、でまあ土地や建物、ね、これは世の中からなくなることはありませんよね。したがってまあ都心でやるもよし、ね、あとは地方で開業するもよし、あとは自分の営業努力、ね、それから当然あの実務の知らない方っていうのは、まあ、一旦どこかで修行させてもらって中身をしっかりと知ってということには、ね、なるでしょうけれども、ぜひここはチャレンジしていただきたいなというふうに思っています。で今は、まあ、測量機器なんかも昔に比べては、まあ、精度が良くなって軽くもなっているというふうに、ね、聞いているので、女性なんかも十分参入していける、ね、業界になっていると思います。ただまだまだ女性はね少ない業界なので、ぜひこれを聞いてくれている女性の方、ね、どんどんチャレンジしていただいて業界全体を盛り上げていただきたいなというふうに思っています。
はい、ということで、今年5月に測量士法受験された方向けのガイダンスということになりますけれども、ぜひ興味が湧いた方は、お電話等で、ね、ご連絡いただいて、もう少し話を聞きたいという方、ね、ぜひ説明させていただければと思っていますので、ぜひご検討ください。ではこれでお話の方は終了させていただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。